That's Samurai Ken's Channel. こんにちは、サムライケンです。早いものです。もう10月の半ば。人生早、そんな私がですね、今迷ってます。それは、6月ぐらいですね。ちょうど iPad Pro 10.5 インチが発売された頃ですけれども、その頃に、秋に iOS 11になったら Apple Pencil と一緒に iPad Pro を買うぞーとね、宣言したんですけども、今迷ってます。さて、そんなに迷うことがあるのでしょうか。私を迷わせるものが実は2つあります。1つがですね、今回の iPhone 8に、搭載されたチップの A11 Bionic、 かっこいいですね、名前が。このチップが高性能なんですね。 Apple のホームページによるとですね、こんな風に書いてあります。このチップは4つの効率コアが A10 Fusion より最大 70% 高速で、2つの性能コアは最大 25% 高速です。そして3コアの GPU が最大 30% 高速ですよというね、やはり新しいものになればなるほど高性能になるという、まあ当たり前のことですけどね。6つのコアのチップ、これがまあ CPU ですね。そして GPU というのは映像の方を担当する、まあチップなわけですが、それぞれに今よりずっと進化してくる。これがですね、iPad Pro に搭載されたらね、もっとすごい iPad Pro になっちゃうわけです。今の iPad Pro でさえですね、ノートパソコンに匹敵するタブレットであるってね、Apple が言ってますから、それ以上にすごいものになっちゃう。人間はですね、貪欲なもので、特に私はね、すごくいいもの、性能がいいもの、それが欲しくなるのはね、私だけでしょうか？違いますよね。で、そんな高性能の iPad Pro が来年の今ぐらいに発売されるんであれば、今の iPad Pro を手に入れると思います。でもね、そうなんでしょうかね。本当に来年の9月でいいのかな？もしですね、来年の6月ぐらいだったらどうですかね。ちょっと微妙な時間差ですね。それでまあちょっとね、今までの iPad が発売された時期を調べてみました。すると、第2世代の iPad Pro、 これは今年の6月に発売になりました。そして初代の iPad Pro 12.9 インチですね、これが2015年の9月、そして9.7 インチの iPad Pro が去年の3月下旬、そして初期の頃の iPad はなんと11月初めが多いんですね。さあ、果たして A11 Bionic を搭載した iPad Pro はいつ発売されるんでしょうか。かの有名なミンチークオさんが言ってるんですね。2018年には新しい iPad Pro が発売されるであろうとね。さあ、じゃあそれがいつか。微妙で非常に迷っちゃうんですね。で、もう一つ私を迷わせている原因の一つが11月3日発売予定の iPhone X です。私が今持ってるのは iPhone 7 Plus で、ちょうど去年の11月ぐらいですね、手に入れたのは。まあ普通ならばですね、私もまあ2年おきにですね、だいたい iPhone は買い替えをしてたんです。ところがね、今回の iPhone は今までの iPhone から大きな変貌を遂げました。これはね、新しいもの好きな私としてはもうぜひ触ってみたい、いじってみたい、手に入れたいというね、そういう欲望を抱かせるまあガジェットですね。でもね、すぐに買えるほど余裕はありません。買えるとしたらですね、
今持ってる iPhone 7 Plus を売って iPhone 7 Plus の残債に一部支払い、そして iPad Pro 用の資金をですね、合わせて新しい iPhone X を買う。そういう方法ぐらいしか、まあ、ないんですね、現在のところは。まあ、なかなか簡単に iPad Pro も諦められないし、iPhone X もできれば欲しいしというね、とても悩ましい状態に陥ってます。なんかね、子供がダダをこねてるようなもんですけどもね。ということで、今現在は、まあ、どっちにするか、あるいは iPad Pro を買うべきか、結論が出ていません。まあ、どちらかというと、iPad Pro の方に、まあ、気持ちは傾いてますけどね。まあ、ちょっとですね、冷静になって、時間を置いて、じっくり考えようかなと思ってます。iPhone X が発売される、11月3日ぐらいにはね、結論を出したいと思ってますけれども、できることなら、ロト6でも当たればね、もうすぐに買っちゃうんですけど、まあ、そんな人には決して当たんないですよね。ということで、今回は、だらだらとね、こんな私の悩みを喋っちゃいましたけども、皆さんの中には、その iPhone X を購入しようと思っている方はいらっしゃるんでしょうかね。ぜひコメントで知らせてください。では、この辺で、さらばでござる。